ゆったりできそう。勉強するときとかにはクラシック聞くんですけれども、確かにゆっくりするときにクラシックもいいかもしれないですね。参考にさせていただきます。ありがとうございます。月の光とかよく聞きますよ。おすすめがあればぜひ教えてください。雨の日のクラシックって何がいいですか？ドヴォルザークがおすすめ。あ、名前聞いたことあります。名前聞いたことあるんです。どんな曲でしたっけ？威風堂々が好き。年末私実家に帰って掃除するときに威風堂々かけたら、母にやめなさいって言われました。いや、落ち着かないからやめなさいってそんなにせかしてどうするんだと。大掃除するときに威風堂々やめてって言われました自分だけだったらいいですけれども、で、あの家族がいるときにやるとちょっとあれかもしれないですね。急がなきゃってなりますもんね。ショパンがいいですと。モーツァルトとか聞きますけどね。あ、新世界、あ、わかりました、わかりました。いい曲ですね。なんか新鮮な気持ちになりますね。もし皆さんもおすすめソング、え、そんなことないですか？え、そういうエピソードないですか？皆さん、威風堂々エピソード威風堂々エピソードありますか？運動会とかでよくかかってますよね。うん、帰宅するときいかがですか？威風堂々急いで帰る。音楽って本当に不思議ですよね。その気持ちにさせてくれますからね。私今唇の皮がむけそうですごく滑舌悪いんですけれども、あのよく威風堂々かけたらもっと噛み倒しそうで、かけないでおきたいと思います。唇の皮と今噴水